はい、どうも、大輝の器チャンネル、奥田大輝です。今日はですね、このバッグ、もう皆さん分かりですね、今日はちょっと陶器ネタですけども、ちょっとですね、宣伝を、はい、しがらきにまつわる、私にまつわる宣伝をさせてください。もうね、毎日陶器写してますんで、そんなに言うほど面白い、陶器動画はございません。ということで今日はちょっとね、宣伝タイムということでよろしくお願いいたします。まずこれ、来ました、来たよっよっ、来ました、プペルテン。はい、これしがらきの、はい、これしがらき今盛り上がっております。炎上芸人西野亮廣さん、キングコングね、第1回 M1 ファイナリストですよ。はい、このプペルテンが滋賀県はしがらきにやってきます。7月いっぱいです。はい、詳しくはホームページ見てください。今ね、もうしがらきの若い子ね、まだあの中心ね、畑野さんっていう中心になってる子がですね、もう一生懸命いろんなとこに、地道にもうね、足で宣伝行ってます。それで皆さん見てください。これね、西野亮廣さんの7月16日のトークショー、このトークショーのこれ言うたら、入場券です。これ、これどうですか、見てください。はい、ここにですね、あのQR コードがあって、これ見せていいかどうかちょっとわからないんで、ちょっとこう隠させてもらいますけど、ほら、西野亮廣トークショー見えますか。2017年7月16日陶芸の森です、しがらきホール。これ500円というものすごいすごい、このまあ考えられないような値段ですよね。値段でいわば、絵本原画展、絵本展、さらにはトークショー、これで見れます。はい、来ました、ついに。やい、やった、皆さん7月来てください、お願いします。しがらきたくさんいますね。僕の、はい、奥田大輝さんがやるドロスモ、これね、もうここで、はい、初公開ドロスモやります、今年もやります。やった、ドロスもやりますよ。はい、多分陶器祭りの当日になるでしょう。はい、陶器祭りの当日になると思います。はい、別に何もね、今何も用意しないんでね、7月の22日でしょうか、7月の22か29ですね。はい、多分最終土曜日となります、なると思いますので、またちょっとね、いろいろと決まってきましたら、皆さんにお伝えしたいと思います。はい、ゴールデンウィーク明けにですね、しがらきはゴールデンウィーク人に忙しいんで、ゴールデンウィークには陶器屋さん忙しいんでね、ゴールデンウィーク明けに、はい、また有志とちょっと話し合いを始めたいと思います。ありがとうございます。さあ、そしてですね、決まりました、皆さん、この週末会議いたしまして、はい、出た、ファンタスティックフェスティバル2017、タイトル決まりました。はい、電光石火作戦です。はい、電光石火作戦、はい、陶器と、はい、フィギュア、さらには、ね、趣味的な、オタク的な、その趣味的なものの融合を、はい、私提唱いたしまして、やるぞやるぞと言っていたんですけども、はい、参加者をですね募り、今声をお声掛けしている途中でもあります。やります、10月の20、21、22、この金土日にファンタスティックフェスティバル2017電光石火作戦、イベントタイトル電光石火作戦です。はい、ちょっとアップしましょう、電光石火作戦。あ、いいですね。はい、これがね、もう土曜日酒を飲みながらやった会議の内容、2つしか決まってません。 VR 体験とパンケーキ。はい、なぜなんでしょうね、なぜパンケーキをやるんでしょうか、わかりませんけどね。はい、私、はい、パンケーキ担当になりました。はい、我が DT 側は、谷藤太君がもう中心となって、もう皆さんにスティールメイトの世界観をお伝えしたいと思います。今のところ決まってる参加者がですね、はい、私がまあツボハチです、場所は。はい、で DT 側から谷藤太先生、そして三尾正隆君、はい、そうですね、インスタグラムなどで、なんていうんですか、あのトカゲとかですねスポンとか、その爬虫類的なものをですね、このあと町のミニチュアをで、ね、作っておられるんで、私声かけさせました。町のミニチュア、メルヘンチックな、はい、メルヘンチックな、このミニチュアチックな、展示になるんじゃないでしょうか。そして、はい、ここ次にね、陶器業界以外からも、はい、ファンタスティックフェスティバルは陶器業界以外からも、参戦しますからね。中西光雄君というですね、はい、森林組合からの参戦です。 VR 体験を、はい、彼に、はい、やってもらえると思います。 VR 大臣として彼にやってもらいます。はい、全員消防団じゃねえかと、全員消防団だこの野郎と。いや、消防団以外にも今声かけてますよ。はい、噂のね、あの戦車なんか作ってる人たちにも声をかけたいなと思ってますし、三尾くんの方もちょっといろいろと声をかけると言ってますんで、まあこれぐらいでですね、その10月20、21、22、ファンタスティックフェスティバル2017電光石火作戦ファンフェスト覚えてください。ツボ8でやります。はい、多分やると思います。
できると思います。できると思えば何でもできます。はい。そして7月1日からもうね、3週間、4週間、この7月中はもうね、ずっとプペル展ありますからね、これね、もう今も話題ですね。これやりましょう、行きましょう。そして泥相撲、はい、このプペル展やってる間に、私、新宮神社さんで泥相撲させてもらいます。もう一応ですね、関係各位には挨拶回りさせてもらいました。はい。あとスタッフの皆さんにも挨拶回りをさせてもらって、で、皆さんまたスポンサードの方ですね、よろしくお願いしたいなと、はい、もう今回はねネーミングライツ売ろうかなんて話もしてますんでね、はい、もうね何杯丸々杯なんかでねしていただいてもね、もうこの何ですか、もう予算の関係で丸々杯っていう風にしていただいてもいいんじゃないのかなというふうに思っております。それでは皆さん、今日は宣伝でした、すいません、なぜ今日この放送をしたかと言いますと、正直なことを言いますとですね、今日はですね水金窟、陶金のですね音をですねこう取ってですね皆さんにお伝えしようかなと思ってですね、でまた水金窟の音を一つだけだったらちょっと面白くないじゃないかと、たくさん家にあるギャラリーにある水金窟の音をですね全部撮って放送しようかと思ったんですけども、 iPhone のマイクの関係で YouTube に上げると実に音が貧弱ということになりましてね、ちょさすがにこれ何でも正直に奥田大輝くんですけどね、ちょっとさすがにこれまずいだろうというちょっと感じになりましてですね、いやいいんですよ別に、これは YouTube を通した、あくまで iPhone を通して、さらに YouTube を通して、まあいろんなものが落ちたね、音ですんで皆さん来てくださいね、全然音がしねえじゃねえかみたいなねことをね、ブログとかで書きながら突っ込みながらやろうかと思ったんですけど、もうめんどくせえなと思って、はい、あのね、やっぱりね水金窟ですからね、皆さん音をですね直に聞いていただきたいなと、時間に聞いていただいて判断していただくのが一番いいなという結論になりました。でやはり遠方でなかなか信楽まで来れない、信楽まで水金窟、なかなか聞くね、機会がないと言われる方がね、やっぱこれほとんどだと思いますんで、そういう方はですねうちのホームページのですね、ちゃんと、撮影機材を揃えて、まあ、撮影機材揃えたっていうほどのもんでもないんですけども、揃えてちゃんと音を取ったという商品のページのやっぱ音を一回聞いてくださいと、いうことですね、あまりにもですね、正直にね、いやこれはねダメなんですけども実際聞きに行ってくださいねっていうにはですね、あまりにも貧弱なですね、なかなか難しいですね、マイクで音を拾うっていうのは。はい。で、またね、iPhone を通して YouTube から、スマホの YouTube から聞く水金窟の音とですね、パソコンの画面から出る水金窟の音っていう、ね、これがね、全く同じもん上げてるけど、全く違うんですね。で、俺やっぱ音を扱う商品を扱うものをですね、なかなかやっぱりこの動画で簡単に配信するっていうのはですね、やっぱ難しいなということをね、今日はね、強く感じました。それで、すいません。ですね、私なんせ、iPhone1 台で、パッパパッパと、撮影しているものでしてですね、全く撮影機材ありません。はい。もうこんなね、もう貧弱なね、これがまたね、で、またいろいろとね、面白いことがありますね。水金窟とかですとね、水金窟ネタというか陶器ネタですとね、視聴回数20回そこそこなんですよ、視聴回数が20回そこそこなんです。でもね、キングコングのこと喋ったらね、視聴回数50回ぐらいあるんですよ。これどういうことなんですかね、これ、キングコング喋ったやつが今のところ一番視聴回数がいいです。これどういうことでしょう。はい、なんですかね、やっぱ皆さんなんか YouTube ですね、やっぱりなんか楽しいもんできないのかなと。はい、そういうことです。すいません、今日はもうねこれで勘弁してください。はい、はい、プペル展です。7月で、7月16日は西野亮廣さんのトークショーです。はい、この信楽に M1 ファイナリスト、はい、メジャータレントの西野亮廣さんが来ます。これはすごいことですよ皆さん。はい、もう一生に一度あるがないがですよ、素晴らしい。そして10月20、21、22、半年後の奥田大輝がお送りします、大輝の器ギャラリーでお送りしますファンタスティックフェスティバル2017電光石火作戦の方も皆さんよろしくお願いします。はい、イベントでやりますからね。今フライヤーを、作ろうと思ったんです。VR 体験とパンケーキです。はい。VR 体験パンケーキ。そして陶器、私はスティールメイト、ディディガマスティールメイトで参戦しますんでね、よろしくお願いします。そしてドロスモもありますんでね、7月はいっぱい、これからねいっぱいやることがありますんで、それでは皆さん今日はさようなら。第28回でした。バイバイ。